皆さんこんにちは。広島大学の阿郷と申します。本日は広島大学歯学部の概要についてご説明させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。広島大学歯学部の歴史について少し紹介させていただきます。広島大学歯学部は昭和40年4月に設置されました。国立大学歯学部としては3番目に開学した歴史ある学部となっております。そして昭和47年4月に歯学部附属歯科技工士学校を設置しました。昭和51年4月には歯学部附属歯科衛生士学校を専修学校として設置、そして歯学部附属歯科技工士学校が専修学校となりました。こちらのスライドでは広島大学歯学部の教育理念についてお示ししております。高度な医療技術と学識、豊かな人間性を備えた歯科医療人の育成、国際的に活躍できる歯科医学分野の教育者、研究者の養成、そして地域医療と歯科医学分野への貢献というものを目指しております。10年、20年後の歯科医療界で活躍する人材の育成というものを目的として将来を見据えた教育を行っているところでございます。広島大学歯学部は2学科制をとっておりまして、歯科医師を養成する歯学科、そして歯科衛生士並びに歯科技工士を養成します口腔健康科学科の2つに分かれております。こちらの表に示しますように広島大学歯学部では歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士の3職種をそれぞれ目指す学生さんが共に学んでいるといった特色のある大学歯学部となっておりまして、このように3職種が一緒に学ぶ国立大学というのは広島大学と東京医科歯科大学の2校のみになります。広島大学歯学部では歯学科が53名、口腔健康科学科の口腔保健学専攻が20名、航空工学専攻が20名の合わせて93名が入学しております。合わせて留学生が数名参加することから1学年最大100名程度の学生が共に学んでいる状況です。こちらは広島大学歯学部のカリキュラムに関して簡単にお示ししたものになります。歯学科、口腔健康科学科ともに1年次には主に教養教育科目を学びながら、専門科目、歯学専門科目に関してもスタートします。歯学科に関しては大きな特徴としまして、4年生の4月から各研究室に分かれて個別に研究の指導を受けることになります。この研究室は学生の希望をとって各研究室に配属することになります。また5年生の前期第1タームに関してはギャップタームと呼ばれるものを設けておりまして、例えば留学であったり研究であったり、それぞれが深い学びをできるように自由に活用できるようになっております。その後5年生の後期から臨床実習が始まります。後ほど詳しくご説明いたしますが、広島大学歯学部は全国の歯科系大学の中で唯一この国際歯学コースというものを設定しておりまして、留学生を受け入れて日本人の学生とともに同じ講義を学ぶということを行っております。口腔健康科学科に関しましては3年生からゼミ配属というものがありまして、研究を行いながら実習も並行して実施し、最後に卒業研究として発表を行っております。
臨床現場では口腔機能回復と維持を統合して展開する歯科医師、すべてのライフステージを通して口腔の健康管理を行う歯科衛生士、そして工学的な医療情報をもとに歯科医療をデザインする歯科技工士のチームで医療を行っております。広島大学歯学部では歯科医療に関わるすべての職種の学士課程教育が行われております。歯学科は6年生、口腔健康科学科は4年生の違いはありますけれども、同じ科目を受講することも多く、お互いの仕事を理解する環境が整っております。さて、こちらには広島大学歯学部教育の3本の柱ということをお示ししております。多職種連携教育、我々は頭文字を取って IPE 教育というふうに呼んでおりますけれども、多職種によるチーム医療に基づく歯科医学教育、そして国際化教育、国際化を見据えた歯科医学教育、そしてバイオデンタル教育、最先端生命科学を身につけた上で治療や研究に向き合うための教育を行っております。この多職種連携教育に関しては、広島大学の特にこの霞キャンパスにおいて非常に力を入れて行っております。歯科医療領域である歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士だけではなく、医師、看護師、薬剤師、作業療法士、理学療法士など多くの医療系教育課程の学生が共にケーススタディに取り組む、これほど多くの医療系教育課程が揃っている大学は非常に少ないと思います。さて、国際歯学コースについてですけども、広島大学歯学部の提携校からの留学生っていうのが歯学科に在籍しております。これは2011年にスタートしたコースでして、もうすでに10年以上が経過しております。提携校から本学歯学部の2年生の少し前、1年生の後期後半から本学に来学されて、この国際歯学コースに在籍します。そして日本人学生とともに共通専門科目、基礎科目、臨床科目を学びまして、5年生の夏頃ですね、5年生の7月8月まで広島大学に在籍し、その後母国に戻りまして、おのおのの大学で臨床実習をスタートします。同じように4年生からは各研究室に在籍して研究実習を行います。またこの長期履修に加えまして、6ヶ月の短期留学生も講義に合流することがあります。この広島大学歯学部の学生と国際歯学コースの留学生が同じクラスで同じ内容を学びます。ですので日本語と英語の併用で講義を行っています。こちらその2022年に撮影したものですけれども、非常に多くの留学生が参加しております。クラブ活動にも本学学生と一緒に参加しておりまして、非常にこう交流が盛んになって、日本語とか英語のコミュニケーションが非常に活発になされているという状況になっています。参加校ですけれども、インドネシアからはアイルランガ大学、ベトナムからはホーチミン市医科薬科大学と本番国際大学、そしてカンボジアから国立健康科学大学の学生さんが留学生として来られています。歯学科、口腔健康科学科の合同での国際活動にも積極的に取り組んでおります。こちらカンボジア医療支援とインドネシアでの実習の例になりますけれども、コロナが始まる前から行っております。継続して行っております。こちらは歯磨きの指導をしている時の様子で、こちらは手洗い実習をしている時の様子になります。本学の教員のみならず学部生
そして大学院生も希望者を募って参加して、みんなでこの医療支援というものを行っております。そして3つ目、バイオデンタル教育になります。最先端生命科学を身につけ、治療や研究を行う人材を育てることを目標としまして、歯学科に関しましては4年生の前期から5年生前期にかけて研究室配属によってそれぞれが基礎あるいは臨床に関する研究を行い、5年生の前期が終わったら研究室ごとの研究発表を行います。航空健康科学科に関しましては3年生後期よりゼミ配属がありまして、4年生で各々の卒業発表を行います。これは一部ですけども、実験をしている時の風景になります。最後に国家試験の結果についてお話しいたします。こちら歯科医師国家試験の結果、過去6年分ですけども、最新の令和6年1月の時の結果になりますが、こちらの黄色でお示したところになります。合格率が 81.5% となっておりまして、例年 80% 以上の合格率となっております。これから 80% 後半あるいはやはり 90% 以上を目指して大学教員一丸となって教育を行っているところです。また学生に関しましても非常に国家試験に向けて一生懸命勉強に取り組んでいる状況です。歯科衛生士の国家試験ですけれども、今年に関しましては非常に残念ですが1名ほど不合格者がおられました。ただ例年 100% を維持しておりまして、引き続きこの高い合格率を、なるように、教員学生一丸となって取り組んでいるところでございます。歯科技工士の国家試験に関しては、おおむね 90% 以上の合格率を維持しておりますけれども、この2年ほどに関しては特に 100% を維持してこれを継続したいというふうに思っております。最後に卒業生の進路に関して少しご紹介いたします。こちら令和5年度の卒業生の進路になりますけれども、歯学科に関しましては歯科医師国家試験の合格後に広島大学病院を含む全国の病院で歯科研修医として学んでいきます。でその後大学病院の勤務、大学病院にて勤務あるいは個人歯科医院の勤務あるいは開業される方もいます。また大学院に進学しまして研究者あるいは専門医指導医の将来の歯科領域を担う研鑽を積まれるという道を選ばれる人もおられます。航空健康科学科に関しましては航空保健学専攻、航空衛生士、歯科衛生士に関しましては約半分は病院あるいは歯科医院の方に進まれます。またこちらに示しますように大学院に進学される方も非常に多くおられます。そして一般企業また公務員という方に目指して進まれる人もおられます。航空工学専攻に関しましてはほとんどが大学院の進学を考えられている状況です。また一般企業に進まれる方もおられます。以上、広島大学歯学部の概要についてご説明させていただきました。ぜひ広島大学に興味を持っていただき、ゆくゆくは共に学んでいければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。